ステファニー・ケルトンは、アメリカの経済学者、ニューヨーク州立大学、ストーニー・ブルック校教授、現代貨幣理論の主唱者。講義のヨース・ケルトンは、カリフォルニア州立大学サクラメント校で、経済学を専攻し、1995年に学士と修士の学位を取得した。その後、ロータリー財団の奨学金を獲得し、ケンブリッジ大学で、 経済学を専攻して1997年に修士号を取得し、さらに2001年にニュースクール大学で経済学の博士号を取得した。2016年のアメリカ合衆国大統領選挙の予備選挙でヒラリー・クリントンに敗れたバーニー・サンダース上院議員が予備選挙後に設立したシンクタンクであるサンダース研究所の顧問を務めている。2017年から ニューヨーク州立大学、ストーニー・ブルック校の教授を務めている。2019年7月16日、来日し、京都大学レジリエンス実践ユニットが主催する、MMT 国際シンポジウムで講演をした。ケルトンは、完全雇用やインフレーションを実現するために、政府予算や財政赤字を積極的に利用すべきで、あるという、現代貨幣理論の強力な提唱者である。 日本経済について、失われた20年と呼ばれる状態に陥ったのは、インフレーションを恐れていたことが原因であると指摘し、デフレ脱却には財政支出の拡大が必要であると主張している。ありがとうございます。